世間の噂を風の頼りで聞いてびっくりするような話だった。人命救助したことで噂が広がり、風の頼りで届いた、これが悪い風の頼りだと大恥かくだけで、世間の目はいつも厳しい、目だけでなく熱い目で見ていると教えてる。世間の噂を風の頼りで聞いてびっくりするような話で、デマが広く伝わっていることで頭も痛いほどショックを受けてた。運が悪い年回りと言え、他人様を傷つけてはいないのに、世間の噂にはびっくりするばかり。世間の噂をあちらこちらで耳にして、人と違うと思っていたが、なんと風の頼りの真相は我が身に降りかかってきたとびっくり仰天するばかり。今まで歩いた足跡を振り返り、反省もしたけど世間の目は厳しい。